か昔有名な三人のおじさんが長い長い旅をしてた。一人は賢く、一人は強く、一人は素早い。おじさんたちは激しく荒れる大海原を力合わせ越えることにした。一人は船を作り、一人はそれを漕ぎ、一人は素早い。賢いおじさんが二人を新天地へと誘ったのだ。強いおじさんが二人を守ると固く誓ったのだ。素早いおじさんが二人を交互に素早く見たのだ。恐れず進む三人に海は怒り狂って、山のような波を起こした。一人は風を読み、一人は舵を切り、一人は素早い。波に打たれ船は壊れ、三人のおじさんは暗い海に放り出された。一人は慌てず、一人はたけり、一人は素早く。賢いおじさんは北方へと泳ぎ出した。強いおじさんは海に挑み深く潜った。素早いおじさんは船の破片にしがみついた。おじさんたちのあがく様を太陽は見てた。一人は波を読み、一人は水をかき、一人は素早い。遥か昔有名な三人のおじさんに奇跡起きた物語。一人は賢く、一人は強く、一人は一人はとても賢いおじさんは形を変えて魚になった。強いおじさんは海に打ち勝って島になった。素早いおじさんは運よく浜辺に打ち上げられた、打ち上げられた。そして魚のおじさんはやがて鳥になって人へと進化した。島のおじさんは長い時の後大陸になった。素早いおじさんは走り続けてチーターになった。人間おじさんは国を作って文明を生んだ。一方大陸おじさんは長い目で見ると実は動いてる。そしてチーターおじさんは速さを求めて晴れ
高じてレーサーになった。レーサーおじさんは走り続けて、そうチーターになった。チーターに似た顔になった。